さて、どう盛り付けたものか。ラウンド1ファイト。ゼロパワーキャット、ゼロパワーキャット、気の利かぬゼロパワーキャット、ゼロパワーキャット、よく攻める。二段落ちる。ゼロパワーキャット、ほうゼロパワーキャット、気の利かぬ感じするがよい。二段終わりです。感じするがよい。二段落ちる。やりますよ。ゼロパワーキャット、感じするがよい。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 楽しくなってきたぞ。二段ゼロ落ちる。深くでゼロ落ちる。なんとゼロ楽しくなってきたぞ。感じするがよい。胸が弾むな。動く。楽しくなってきたぞ。何と思うの。出直すなよ。慎んで受けるがよい。耐えてみよ。感じするがよい。二段落ちる。ゼロ感じするがよい。たけだけ椎名、望み通り翻弄したぞ。ニュールーズラウンド2ファイト。ゼロガト。さて角で感じするがよい。まだ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 嫌な性格です。どれまだまだて歌うがよい。やりますね。ゼロパワーガト。感じするがよい。嫌な性格です。ゼロパワーガト。分散したのさて日差しにしてあげましょう。感じするがよい。動かんな。話を聞いてゼロ行きます。倒れなさい。さてゼロパワーガト。怒るがよい。さてと思うんです。ジャッの機関動かぬ。感じするがよい。まだまだ。さてゼロパワーガト。動かぬ。ゼロパワーまずい。怒るがよい。感じするがよい。感じするがよい。やりますね。ゼロパワーガト。気の機関空気読めろ。と踊るがよい。満足だ。つい指も踊ったではない。ニュールーズ人間とは考える足であるというらしいが、貴様は強情な鉄を見ろ。叩きがいはあるが少しばかり指が痛むの。代行者シエル、以前から話には聞いていたが、実物はより鋭く高潔な戦士だし、奇襲で済むものを私との一騎打ちに応えるとは。君の戦いの精烈さは埋葬期間というより我々に近いようだ。あなたも教会の騎士にしては正直すぎますね、リーズバイフェン。彼らの常は数による相当、主の意向を示すためにはあらゆる慈悲を覆い隠す。正直聖堂騎士の中で一騎打ちを望む者が残っているとは思いませんでした。それがたとえ使徒を守るためのものだとしても。それを言われると少し辛いな。だがそのおかげで君とこうして戦える。吸血鬼討伐のレコードはほぼ同数、アンカー使いとしての名声も同格となれば。直接戦って結果を出すのみですね。望むところです。盾の乙女、どちらがより優れた聖典の担い手か決着をつけましょう。ラウンド1ファイト。ゼロフラッグ。やってくれますね。ゼロ、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 
信してあげましょう。なんてちょっと脅かしただけですよ。 You win ラウンド2ファイト。ゼロキャットゼロゼロキャット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 器用だな。ゼロキャット見せてあげましょう。セブンカルバリアデスピアーパーフェクトパーフェクト。まったく手間をかけさせるんですから。ムーンビーという結界が収束した。いえ違う、これは心象風景ではなく本当に世界が滅び去った後の光景。そんなバカな、それでは神祖の空想具現化だ。たとえ27祖としてもあれを使用できるのは睡魔すみれだけと聞きました。その通り大本社。空想具現化は星の触覚である神祖たちにのみ扱えるもの。これは切り取られてみる。ごくわずかだって私が演算し運び込んだ。世界に死ぬにしては随分と現実感があります。これは魔術理論、世界乱そのものです。卵の内側にして外に、この世界があなたによって完成されれば内と外が入れ替わる。空想が現実に侵食するのではなく、現実が空想に封じ込められる大禁忌。これだけの魔術式を作り上げる以上、あなたがたたりのようですね。そうです、私はオシリスですよ。伝染した剣術に死を持って霊長の種を発生するもの。私はワラキアの夜と違う。共に目的は同じ、賢者の石に触れ私の末端となる大行使。その優れた魔術回路は使われてこそ意味がある。同じですよ。あなたが何者かは知りませんし、人間を救おうとする目的もまあ本当なのでしょう。ですが同じです。あなたも血に飢えた吸血鬼に他ならない。理解できない。私とワラキアの夜は同種だ。まだただの一人も手にかけていない私が。ええ、殺すためにたたりを起こすの、殺した後のたたりを起こすの。あなたに殺人の快楽はありません。やっていることは同じです。いいえ、手を汚さないと。あなたの大量虐殺は罪深い。ボタン一つでリセットするのあなたの機能だけで十分です。感情で道理を語り、ニーダンは我が赤き水に飲まれ生きたまま回路となるのに、人間の業を持ったままこの世の終末を見届けよ。バイト。ジェルフォーキャット。消えなさい。覚悟なさい。危ない。動く。ゼロ。覚悟なさい。ゼロ。動く。紙です。消えなさい。負けません。ゼロ。嫌な選択です。消えなさい。終わりですか。ゼロ。動くな。ゼロ。ゼロ。ゼロ。キャット。ゼロ。キャット。日差しにしてあげましょう。ゼロキャット。ゼロ。なんてちょっと脅かしただけですよ。最大有機である。
ラウンド2ファイト。嫌な性格です。ゼロ終わりですか。神です。負けません。神です。やってくれますね。神です。あなたアブソリュート。さあ、まだ赤くしない。カイゼロ。あと消えなさい。負けません。不覚です。不覚です。オン。キャット見せてあげましょう。さあ、まだやりますね。カイゼロ。ゼロ。キャットゼロ。飛びなさい。ゼロ。大丈夫です。やりますね。負けません。まだ嫌な性格です。ヘルムスの一末となる。ニューゲージダウンド3ファイト。ゼロ。ゼロ。ゼロ。カニですね。動く。ゼロ。動く。取りなさい。ゼロ。オン。動く。ゼロ。取りなさい。ゼロ。覚悟なさい。動く。ゼロ。紙ですね。ゼロ。ダウンドアブソリュート6。何とも。やってくれますね。やりますね。動く。動くね。ゼロ。ゼロ。まだまだ。さあ、まだ赤きすね。ゼロ。消えなさい。やりますね。ゼロ。オン。さあ、まだ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 。ゼロ。ゼロ。消えなさい。日差しにしてあげましょう。動くな。ゼロ。さあ、まだ赤きすね。ゼロ。はい。動くな。動くな。ゼロ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 。ヘルムス。逃げるなら逃げちゃってくださいね。ニューウィン。タタリは完全に消滅。エルトナムが起こした不老不死への道もついえたということですね。オシリスの砂、錬金術の基本にして最奥と言われる賢者の死、あんなにも錬成する技術は素晴らしくはありました。私たちにはまだ手に余るものでしょう。と、次の指令ですか。たたりは消えたといってもその後始末は山ほど残っている。休んでいる暇はありません。この町に隠れる死者たちの処理にあと半年というところですね。その後はいい加減彼女の決着をつけることになるのでしょう。まあ、その時はその時です。今は当面の責務を果たしましょう。もし本当に救いがあるのだとしたら、何かの間違いで彼女と共存できなくなってくるかもしれないですし、